国鉄時代には東京駅から仙台駅までの移動経路は、この赤いラインの東北本線周りと青いラインの常磐線周り2つを選ぶことができました。そして所要時間は大体どちらも同じでした。1982年に東北新幹線が開業してからは、東北本線周りの特急列車というものはほとんど全部廃線になりました。一方で今年2021年でもやはり常磐線周りの仙台駅特急は残っています。1日に2回だけ東京駅では仙台行きが回りますという案内がされるようになりました。今回はこの特急日立13号に乗って皆様を東京から仙台までご案内します。去年2020年の3月のダイヤ改正まではこの仙台行きの運行はありませんでした。福島第一原子力発電所の事故とそれに伴う除染作業の関係で長らく常磐線は運行することができていませんでしたが、線路も復旧し、そして晴れて去年から通しでの運行ができるようになったのです。早速常磐線に進むわけではなく、しばらくの間は上野東京ライン、もっと正確に言えばしばらくの間は東北本線を走ります。この出発信号のところを見ても分かるように8番東北と書いてあって、この列車はこれから先東北本線に進むことが分かります。出発時間の少し前に発車のベルが鳴り始めました。新幹線で行けばたった所要時間は1時間半、これを4時間半快適な在来線特急で移動します。お客さんの乗り降りが終わったらジリリリと合図を鳴らして、そして車掌さんは扉を閉めることになっています。この東京駅から北に向かう線路というのも割と最近に新しくできたものです。もともと国鉄時代には東京駅と上野駅の間がつながっていましたが、向こうに東北新幹線ができてからやはり東京駅と上野駅の間は山手線ぐらいでしか行きすることができなくなっていました。しかし2015年の3月にここに新しく上野東京ラインというのが作られて、それから先は東京駅と上野駅の間も特急列車で行き来することができるようになったわけです。その2015年まではここにあったのはその寝台特急の機関車の付け替え用の簡単な延長された線路があったぐらいでしたかね。これから先の線路が一時的に廃線となっていたのをどうやって復活させたかというと、この右手にある東北新幹線の線路の上にさらに線路を二重に重ねるという工事をしたのでした。ですからこれから先日立号は急な上り坂を登って、そしてまず右手に見えている東北新幹線の上に上がることになります。これはとても大変な急勾配で、実はこの日立号がこれから走る仙台までの道のりのうち一番険しいのは、実はこの大都会東京のよりによって平地のど真ん中ということになります。今列車はいわゆる神田峠を越えているところです。神田上空を列車は走行中、列車が通っている途中の水戸の梅をイメージした綺麗なラインが横のビルに反射しています。今通過したのは最近ご紹介している中山道ですね。列車は神田から秋葉原あたりに移動しています。神田峠を下りにかかりました。この上り下りの坂道は本当に急なので、横の様子なんか見てもらってもどんどん降りているということがわかると思いますが、試運転をした結果ここを通ることはやめようという判断が下ったような電車までいることです。さらっと案内をしていますが、上野の次は水戸に止まります。これがかっこいいですよね。上野から水戸までの間は110キロぐらい離れていますが、それをノンストップで走り抜けるのが常磐線特急日立号の迫力の一つです。右手には立派な車両基地がありますが、これももともと上野東京ラインができる前までは、車両の置き場として全部使われていたんですが、車両基地の一部をこのように東京駅との接続線に転用したというわけです。上野の駅に着く手前ではホームが広く広がりますので、そこで線路を左右に切り替えて床下からも大きな駅に到着するとき特有の音が聞こえてきます。これの反対側はいわゆるアメ横、そして上野駅に着く手前では立派な古い駅舎と上野駅前のこれなんとも雑然としたしかし
整った、まあ、よくわかんないこの魅力的な光景をですね見ることができて、これは私結構好きです。ゆっくりと上野駅は8番線に到着。この8番線によく常磐線の特急が止まっているように見えますね。ここからまたお客さんをたくさん拾います。上野駅では常磐線と東北本線の線路が分かれます。列車はこれから先常磐線に入りますから、常磐下りの出発信号が点灯します。上野駅の出発は毎時ちょうど、これは昔からの伝統です。水戸支社の車掌さんがピリッと笛の代わりの音を鳴らして、駅の方でもドアを閉める合図を出して、そして列車のドアが閉まり、次はもう66分先の水戸駅まで止まりません。流れている音楽は日立チャイムと呼ばれているもので、日立号の車内で主要駅の到着もしくは出発の時に使われます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急日立13仙台行きです。途中水戸、蒲田、大三河、改めてこの列車について詳しい案内がなされます。日立号の始発駅は品川駅で、東京では品川、東京、上野の3駅に止まります。乗降が多いのは東京駅とそれから上野駅もかなり多い印象です。乗ってくるお客さんの全員が済んだところで改めて細かい案内をするということになるわけです。上野駅には高いホームと低いホームがあって、かつてはそれぞれのホームから頻繁に特急列車が手分けして出発していました。今は東北上越北陸新幹線ができましたので、日中に堂々と出発していく特急列車はこの日立号だけになってしまいました。それでも新幹線並みのおよそ370キロも離れた仙台まで行く列車が出てるっていうのはすごいことですよね。かつては毎時0分ちょうどに上野発長野行きの特急浅間号と上野発仙台行きもしくは平行きの特急日立号が同時に出発するという光景を見ることができていました。日立号は今も変わらず毎時ちょうどに上野駅を出発しています。反対側京成スカイライナーが見えました。これが見えますとまもなく日暮里ということになります。次の停車駅は水戸です。水戸には14時6分。伝統的なターミナルの駅上野駅を出発した列車の中では、車掌さんによる丁寧な途中停車駅および到着時間の案内の放送が行われます。これを聞くと特急に乗っているという感じがします。今列車は日暮里駅の常磐線ホームを通過していますが、日暮里は常磐線にとってとても重要な駅で、ここからが列車にとって正式な常磐線の旅の始まりということになります。ここまでは東北本線を一緒に走ってきていたという扱いになりますが、その東北本線はいよいよ日暮里の駅で左手に分かれていきました。新幹線もあそこの線路の中にちょっと混じっていましたね。そして常磐線はとても急な右カーブを描いて次の三河島の駅を目指します。今回は編成の後ろの方に乗っていますから前の方までよく見えます。このカーブは日本の鉄道の急カーブの中でもかなり目立つ、相当存在感のあるものですが、なんでこんな風になっているのかというと、この線路が後付けだからです。上野駅からこの先の三河島駅までの常磐線の線路は当初あったルートではありません。一番最初に明治時代に常磐線が作られた時、これは東北の常磐の石炭を運んできて、そして日本の様々なところへ運ばせるということが重要な目的と位置づけられていました。そのためいろいろなところに直通しやすい別の貨物列車専用の線路が現在でも明治時代からの古いルートをそのままたどってこのように存在しています。この下に見えている線路を私たちが利用することはできませんが、この先のところで2つの線路は1つに合流することができるようになります。この駅が三河島です。反対の上野方面に行く特急列車とすれ違い、水戸までは30分間隔で特急列車が走っていますので、もうどんどん特急は次々車窓に見えてきて、なかなか乗っていて楽しいと思います。貨物線と旅客線が同じ高さになりました。この2つの線路がこの先のところで合流しますが、その合流地点で日本の鉄道の歴史上最悪の事故、三河島事故が起こったということはよく知られています。本当にひどい事故で、貨物列車が脱線したところに
他の列車が衝突して、それでさらに脱線して、お客さんが線路に降りたところで列車が通過をし、大量の人が引かれて亡くなってしまったという凄惨な事故です。この事故の反省も踏まえ、国鉄では自動列車停止装置というものを盛んに導入するようになり、現在そうした事故が発生する確率は限りなく低くなっています。さて、右側にさっきからあるこの常磐線の貨物線が少しずつ線路が増えて賑やかになってきました。この先右手に隅田川という駅があります。しかし隅田川はやはり貨物列車専用の駅で、一般の人は基本的に利用することはできません。地下に入っていこうとする電車が見えますが、あれは地下鉄日比谷線の線路です。右手の貨物線がどんどん下の方に降りていきます。そして地下鉄の高架をくぐったぐらいの奥のところに隅田川の駅の入り口があったんですが、ちょっと見づらかったですね。さらに常磐線の快速電車も反対から来まして、駅の方を見渡すことはもうほとんどできませんでした。常磐線の私たちが乗ることのできる旅客船は奥の隅田川の駅には停車しませんが、その代わりにお隣にあるこの南千住を使います。南千住を過ぎるところで振り向けば、隅田川の駅の様子がちらりちらりと見ることは、まあ、一応できますよね。スカイツリーからならよく見えます。鉄道用のコンテナが並んでいた光景が分かったかと思います。この隅田川の駅からまた線路がこちらに合流してきます。これで旅客列車と貨物列車は完全に一つの線路をたどることになります。そして駅の名前の由来にもなりました、こちらが隅田川。ここを下るともっと大きな、まさにお江戸という雰囲気のとても素晴らしい立派な川の景色になります。この隅田川には東北、そして上信越の各地から大量の重要な物資が届いていて、私たちは普段それの世話になっているというわけです。この辺りを過ぎますと列車はどんどん加速をして、地下鉄の列車などもすぐに追い抜いてしまい、今北千住を通過しています。北千住はこの辺りではとても重要な駅で、東武鉄道、それから地下鉄、あとはつくばエクスプレス、そして常磐線などの乗り換えが便利にできるようになっています。ものすごい人の利用がもうある駅ですけれど、ここ特急列車は速度を上げて通過します。まあ多分スピード重視なので北千住から乗り換えたいという人も多分いるんだろうとは思うんですが、もうそういう人は上野駅まで一回来てくださいよと、 JR としては、そして昔からの国鉄としては北千住に止めないのは多分そういった理由があるんだろうと思います。今時速95キロ、列車は2つ目の川荒川を渡っています。東京型から渡る川は主なものとして隅田川、荒川、この先の中川、そして最後に江戸川を渡ると、いよいよ東京都を離れ千葉県ということになります。この辺まで来ると、まあ、ちょっと東京も郊外という感じ、建物が大量に密集していた地帯を抜けて、線路も多分大昔建設した時だいぶ引きやすかったんでしょうね。戦争終わってすぐぐらいの頃までこの辺りは田んぼとかがあったそうです。上は東武伊勢崎線の線路です。ということで線路もまっすぐに敷いてありますので、速度もどんどん上げられるようになります。まだまだこの速度は序の口です。今時速100キロに向けて上げています。だいたい100キロ。床下から猛烈なモーターの音が聞こえてきます。今回はもちろんモーターの直上の席を指定して座っています。そして左手に綾瀬の駅がありますが、この辺りで常磐線は快速線と各駅停車線、この2つの線路に分かれていて、各駅停車はこちらの線路、快速や特急はこちらの線路を通るというふうに、そのルートをもう完全に2つに分けてしまいます。お隣に今あります、これは何だっけ、すみません、思い出しました。あれは亀有ですね。亀有を過ぎますと次は金町、この辺りの駅は全部快速電車も通過してしまう駅です。お客さんは多いはずですけどね、それでも快速は停車駅を絞っています。通過しておりますのはこち亀でも出てきました、歌でも有名な中川、これを過ぎますと今度は金町。金町では常磐線から合流というか分岐をしていく線路がありまして、これがそうです。下に見えておりますこの線路は新金線という線路で、これは千葉方面に向かっています。かつて隅田川に橋を架けることができなかった時代に、千葉に向かうためにこの常磐線から分岐をしていた線路です。あそこには金町の保線区がありますが、保線区というのが保線の技術センターがありますが、あそこの特技は横断幕で、医療従事者とか日常を支える人たちに感謝をする横断幕を今出していました。まあ、鉄道係員の方とかがね、まさにそれに当たるのかなと個人的には思っています。
列車は最後の大きな川、江戸川を渡ります。これを渡りまして、いよいよ列車は千葉県に入ります。面白いことに、渡ると本当に千葉県に入ったなという雰囲気に突如変わっています。そして列車の速度もますます上がるような気がします。この日立号の最高速度は130キロ、そして実際に130キロに近い速度もバンバン出していく、とても頼もしい特急です。千葉県に入りますと、さっきまで列車の進行方向左側を走っていた常磐快速線の線路がこのように右手に移りました。列車の速度は今120キロ、120キロというのは国鉄時代にはもう在来線で出せる限界の速度であった数値です。この速度を出しながら列車は快速停車駅松戸を通過します。松戸特急に乗って通過する時のこの迫力、すごいですよね。ホームドアができる前に一度この迫力を体験しておいた方がいいんじゃないかと思います。ものすごい速度で今時速121キロで在来線のホームを通過しました。あれ、逆にホームで待ってる方からすると怖いですからね。もしホームドアが整備されたら、あの怖い感じも味わえなくなるのか、思い出のまっすぐな駅です。列車はその先も速度を上げて猛烈な速さで突っ走っています。見ると右手反対側の上り線とこちらの下り線の間に線路が1本増えていることがわかります。今走っているこのすぐ右手のこの線路は何なのかと言いますと、これは馬橋線と言います。今常磐線馬橋の駅を通過しているところ、ここから常磐線は枝分かれをしていきます。ものすごいモーターの音を聞きながら、こちらは何も知らぬかのように走っていますが、さっきまで横を平らに走っていた線路が上に持ち上がっていきまして、そしてここから左手に大きく分かれます。これを通ると大宮とか、もしくは東海道本線の方に進むことができます。先ほどの隅田川の駅を出発していく貨物列車がそれぞれの目的地に向かいやすいように、常磐線には様々なところで貨物列車のための連絡線が設けられているのです。続いてこちらは新松戸、向こう側には小田急線の電車が止まっています。直通する小田急の電車です。そして新松戸では武蔵野線と乗り換えをすることができますが、あそこも快速電車は止まりません。快速は本当にいろいろ飛ばしていって、快速電車の最高速度も実は130キロも出せるということで、結構常磐線はすごいところです。上から降りてきましたこの線路、これは先ほどの貨物列車の連絡線で同じように大宮方面、もしくは東海道線の方面からやってきた線路です。これをたどりますと水戸とか東北の方まで私が走っているのと同じように進んでいくことができるわけです。後ほど紹介しますが、安中貨物という化学製品を運ぶ貨物列車がありまして、その貨物列車は毎日今の高架線のところを登っています。引き続き猛烈な速度で走ります。常磐線では速度計を見るのが楽しいですね。そして絶対にモハと書いてあるモーターのついている車両に乗るべきだと思います。この速度で走っていても車内ではほとんど揺れを感じることはなく、快適そのもの。水戸までわずか65分、常磐線の凄まじさはここに凝縮されています。そして次は常磐線の中でもかなり大きな駅、柏駅です。しかしこの日立号は遠くに行くお客さんを運ぶということがこの列車の使命ですから通過をします。常磐線には先ほどご案内したように2つの特急列車があって、時和号と日立号があり、時和号はこの柏駅には止まります。遠くに行くお客さんを運ぶ日立号、近くに行くお客さんを運ぶ時和号、常磐線では2つの特急列車が手分けをして走っています。柏の立派なデパート総合がありましたが、昔閉店してしまったということで結構話題になっていましてね。柏は時速大体115キロぐらいで通過したようです。本当に素晴らしい速度です。この辺りは千葉県、そして人口も相当多いところです。松戸、柏でのお客さんの乗り降りの数は JR 東日本の各駅の中でもかなり上位に入っています。柏駅を過ぎると次の通過駅は北柏、ここは見てもらって分かる通り右手の各駅停車は止まるホームがありますが、快速は全部通過をすべきです。しかし実はちょっとした主要駅でもあります。ホームが観光線とこの快速線で上下2段に高さが分かれているというのがまず一つの特徴。そしてホームのあたりを通過すると上下線の線路が大きく開いて右手に急に2本線路が追加されます。
今列車の走っている1本お隣とさらにもう1本お隣、隣2つの線路は、これはこの列車に追い抜かれたりする列車があればそれを止めて待たせておくための待避線と呼ばれている、待避をするための線路です。そういうのが実はこの北柏の駅にはあります。これはなぜかというと、昔ここで貨物の取り扱いをしていた時代の名残のようです。今ではここで貨物列車が走るということはありませんが、この関係で北柏の駅はかなり大きくなっています。ようやく今北柏の全部の駅の設備が終わって、また先ほどまでと同じように4本の常磐線の線路が並びました。列車はそのまますごい速さで走っていますので、駅と駅の間が離れていてももうすぐに通過してしまいます。次は主要駅の我孫子です。我孫子はかつて急行列車の停車駅でしたが、今は朝の通勤時間帯だけ止まる特急があったかな、しかしほとんどは通過です。ものすごい速さで抜けています。この駅の名物はおそばで、そこに大きな唐揚げが乗るのが特徴。昔は急行列車などでやってくるお客さんに駅弁を売るのが一番主流の商売だったようです。この我孫子の駅では右手に大きく分かれていく成田に向かう成田線、これがこのように立ち上がっていくのが特徴です。結構成田線の線路は目立ちます。このように常磐線からはいろんな線路が分岐をして、そしてこの先の砦のあたりまで分岐合流を繰り返しながら進んでいくということになるわけです。しかしそういうことをほとんど気づかせないくらい、日本の在来線特急の中でもトップクラスの速度で走り抜けていくこの北地方の速さには本当に見事というしかありません。上野駅から水戸駅までの間、平均の速度はほとんどの列車で105キロを超えていたかと思います。右手に見えているのは我孫子の常磐線の快速電車を止めておくための車両基地ですが、一部各駅停車の電車もいますが、これも速度が速いのであっという間に通り過ぎてしまい、そして我孫子を過ぎますともうすぐに次の天王台の駅ということになります。常にモーターの音が響いて頑張っているなという感じがしますが、列車はまたそろそろ県境を一つまたぎます。これからがいよいよ常磐線らしいところを走るようになりますかね。今千葉県を走っていますが、この先川を渡りますと茨城県に入ります。この先利根川がありまして、これを過ぎたら茨城で良かったですよね。ここら辺までは千葉なんですよ。利根川は日本で流域面積が最大、この先銚子までずっと流れているし、また遡れば群馬県の方まで行ってしまう、なかなかすごい立派な川です。これが利根川、しかしあまり川が見えません。暴風の柵があるからですね。常磐線は風に弱い路線であるということが知られていまして、その風対策のためにもこのように暴風壁が取り付けられ、年々列車の運行の安定性は増しているはずです。これを渡りますとやってきたこの駅がいよいよ東京側の常磐線の終わりという感じ。ここは砦駅です。これまで一緒に走ってきた緑色の常磐線の快速電車はこの駅で終点ということになります。またずらりと並んでいた常磐線の各駅停車の線路もこの駅までですよね。いよいよこれで終わり。この砦を過ぎますと常磐線は随分様子を一気にガラリと変えることになります。昔は砦までが電化されていて、ここから先は蒸気機関車しか走っていないという時代もありました。何回かこの話した気がしますが、砦の駅のところで SL の屋根に乗っているお客さんに対して、上からほうきをぶら下げて、もうそろそろ上に危険な電線がありますから気をつけてくださいねということを戦後の混乱期にはやっていたと、そういう話をですね、磐越東線の車掌さんが前に弁当列車の中でされていましたね。さてこの先のところでいよいよこの列車の上を流れている電気の種類が変わります。今の時代はさすがに蒸気機関車でしゅっぽしゅっぽと走るわけではありませんが、しかし砦の駅を過ぎるとこれから先、さっきまでは直流の電源が上を流れていましたが、それが交流の電源に変わるのです。今列車も速度を上げているのが分かりますが、このようにモーターの音が聞こえてきますが、この先の直流電源から交流電源に切り替わるところで、しばらく列車は電気を使うことがほとんどできなくなります。そうすると加速をすることもできませんので、それ関係あるのかどうかわからないんですけれども、もしかしたら
しばらく加速ができないから今のうちに加速しておこうというふうなことを運転手さんが考えるということはあるのかもしれません。ほとんどトップスピードの130キロ付近まで加速をしました。この先のところでは上を流れている電線の電気が一旦ゼロになり、そして列車はモーターを動かすことはできず、車内に設けられている非常用のバッテリーみたいなものを使って、それで照明など最低限の電気をしばらくの間賄っていくということになります。このように直流電源から交流電源への切り替わり、もしくは周波数の切り替えなどをするような区間をデッドセクションと呼んでいます。常磐線の取手駅と次の藤代駅の間でこのデッドセクションを列車は通り抜けることになります。速度は一応落ちてきました。まああんまり関係ないかもしれませんけどね。速度に関してはともかく、多分ねこの辺からそろそろ電源の切り替わりの区間ということになるはずです。多分この辺なんじゃないかな、見てもあまりわからないんですが、これ今電線のところから1本こう分かれていった電線がありましたよね。そしてこの辺が上の外資の部分とかを見るに、おそらく電源の流れていない絶縁の状態の区間、ただし上に電気は流れていなくとも電線は張ってあります。これはどういうことなのかというと、ここに電線が何もないとパンタグラフが壊れてしまったりしているから、とりあえず設置しておくそうです。そして今脇から電線がまた合流してきたのが分かると思いますが、多分これでねそのデッドセクションの電源切り替えが必要な区間は抜けたんじゃないかな。列車はしばらく加速をしていませんでした。電気を使わないようになっていて、速度はだいぶ落ちてきています。今115キロ。でももう多分全部そのデッドセクションの区間は抜けたと思いますので、でももうこの辺で確認が終われば、あとは元通りの速度に加速していくことになるのかもしれません。まあ、たまたま速度をあそこで落としてただけなのかもしれないですけどね。ここは次の駅の藤代です。もう完全に流れている電気は交流電化、東京からちょっと離れたところで電気の主流を変えるのはこの常磐線ならではの光景です。次の駅は龍ヶ崎市駅で、ここは前までさぬきという名前の駅でしたが、最近駅の名前が変わりました。日立港が仙台にまた行くようになったのと大体同じぐらいの頃ですかね。速度はどんどん落ちていますが、あの駅は急カーブがあることが有名でして、多分その関係で急カーブの速度制限を受けたからまた加速するのかなと思ってたらですね、列車の速度がどんどん落ちていきます。80キロまで落ちて、まあ、また加速をしています。あんなところに速度制限なんかあったっけなと思いながら首をひねっていたんですけれど、また加速をやめてしまったばかりか、どんどん速度を落としてきました。これは何かあったんだなということが分かります。常磐線の特急列車はとにかくもう上野から水戸までの間速度をバンバン出しまくって、とにかく先を急ぐ走り方をするというのが毎度のパターンです。それが常磐線特急の売りなんですが、今とてもそんな風には表現できないゆっくりとした走り方になっています。まあ、この原因は私は何とも分かりませんが、何か例えば工事をしていて、その工事のために一時的に速度を落とさなければいけないということがあるので、その影響か、もしくは何か事故とかがあったか、そうでなくても前を行く列車が遅れていたか、そういったことが考えられます。でおそらく前の列車が遅れているんだろうと思います。原因は分かりませんが、この先に牛久という駅がありますが、この駅の構造を Google マップで確認するに、前の列車が遅れていたとしても水戸や仙台に向かう常磐線特急が前の遅い列車を追い抜かす構造ではなさそうですね。おそらく前に存在していると思われる遅れている列車、これを追い抜きたいけれども追い抜くことはできない。ああ今注意信号が出てますよ。これは50キロか45キロまで多分落とすんだと思います。前の列車との距離が近づいてくると列車は自動的に速度を落とさなければいけないように信号からの指示を受けます。前の列車の運転状況をJR 東日本アプリで調べると、先行の普通列車土浦行きは4分遅れていると出ていました。前の列車が4分も遅れていたらね、
それはこういうものになりますよ。まあその遅れていることに苦情を言うのがいいかとか、そういう苦情という話じゃないんですけども、あのただ、まあ、一般的に JR の電車が4分遅れているというのは遅れが比較的大きい方なのかなと思います。そうすると後の列車が追いついてしまって、このように45キロまでしか出すことができないとか、そういうふうな指示を信号から受けたりするわけです。これによって私の乗っている日立13号が遅れることも確定的になります。まあ、どこかでもしかしたら速度をまた出して回復するかもしれませんが、今はとにかく前の普通列車が早く前の方に行ってくれることを祈るだけ。残念ながら次の牛久の駅でも前をゆっくり走っている普通列車を追い抜かすことはできないはずですと思ったけど、加速し始めましたね。いや、やっぱりダメなんですよ。牛久駅での追い抜きはできませんが、この先に日立の牛久という駅がありまして、そこまで行けばおそらく前の列車は脇の待避線に入って、この特急列車のために道を開けてようやく待ってくれるはずです。普通列車としてもこの状況については理解しているはずですから、まあ、可能な限り急いで、なるべく他の列車にも遅れをきたさないようにということは考えているはずです。牛久駅を通過してからしばらく列車の速度が次第に上がり始めました。でもまだまだですね。速度を上げたかと思えばまた落としてということを繰り返しています。ここで座席の紹介などをします。この列車は普通車とグリーン車どちらもとても快適で、リクライニングもかなり後ろに倒れますし、座席の座り心地はいいのに座席が薄めなのであまり圧迫感も感じません。そして普通車でも全部の座席にコンセントがついています。座席上のところにはこういうランプがついていて、まあ、これ有名ですよね。自分のこの座席の指定をしているかどうかなどをこのランプで確認することができます。まあ、今回私はちょっと座席の場所を移って1番席を指定していたんですけども、2番席に変更しましたが、それもね、この席に誰も予約してないなっていうのを確認して座席の場所を変わったりできるので、お客さん同士のトラブルを減らすことになって、まあ、私は結構いいんじゃないかなと思います。さて、列車の速度がどんどん上がってきました。列車はまもなく日立の牛久を通過しますが、おそらく先行の列車が日立の牛久の待避線に入ってくれたので、もういよいよ追い抜かすことができるということになったんでしょう。日立の牛久はこんな感じ、屋根が特徴的ですが、ほらやっぱりそうでした。4分遅れていた普通列車が脇に避けてくれまして、これからは日立号は回復運転を始めることにおそらくはなるはずです。回復運転というのは要するに遅れているときに通常よりも速度を出して、しかし安全には全く支障のないように長時間を詰めていって遅れを取り戻そうとする動きのことです。床下からはとても頼もしいモーターの音が響き、早速トップスピードの130キロまで上げました。走れるところでは130キロを常に出しながら、今ここで生じたおよそ4分ほどの遅れを回復していくことになるということが想像されます。しかし早速ブレーキの音がしてきて、130キロまでせっかく上げたと思った速度は今115キロぐらいにまで落としてしまいました。これはなんでそんなことになっているのかというと、やはり運転手さんの気まぐれとかサボっているからではなくて、多分なんですが、この地図を見るに次の荒川沖駅の手前のところで、まあ、少々の右カーブがあります。そのカーブに差し掛かったところでは速度を落とさないといけませんので、そこで115キロとか105キロなどこれぐらいの速度制限があったのではないかと思います。そればっかりはどうしようもないですからね。しかし列車が今荒川沖の駅を通過しているところで、また床下から強力なモーターの音が聞こえてきます。荒川沖駅手前の右カーブが終わったので、駅を通過しながらまた勢いよく加速をして120キロぐらいまで上げました。しかし118キロぐらいのところでどうも加速をまたやめてしまったようです。あ、まだ上げてるかな。速度制限がさまざまなところに設置されていて、それは絶対に超えてはいけませんので、超えないように。
運転手さんは全ての速度制限の状況をあらかじめ知っていますから、あそこではこのぐらいの制限があるから速度はこれ以上上げてはいけないなとか、そういったことをどんなに遅れている時であってもきちんと意識しながら列車を進めています。この映像を見てもなんとなくわかると思いますが、列車は今左にカーブしています。先ほどの地図を見た限り、今度この先には右カーブもあるようです。多分速度制限が必要そうなんだろうなと、先行の列車がこう見えるぐらいですからね。列車の頭が見えるぐらいのカーブであれば、速度制限なしで130キロで行けるとはあまりならないでしょう。特にこの日立号ではカーブで車体を傾ける振り子装置みたいなものはついていませんので、多少他の列車に比べるとカーブには弱い車両といえばそうです。今時速100キロぐらいまで落としています。そしてこの先の土浦駅のところでまた最後に左カーブがあります。一時的に130キロ手前ぐらいまで上げましたが、また時速110キロ、その辺まで速度を落としてきました。こうしたことを繰り返しながら、しかし列車の持っている強力な性能を生かして少しでも所要時間を短くしながら走るということをおそらくはやっているんじゃないかと思います。桜川を渡りまして、この向こうに霞ヶ浦があります。あまりよく見えないんですよね。右手に貨物駅も併設されております大きな駅土浦を列車通過。土浦は本当に主要な街ですが、しかしこの日立号は日中の時間帯はほとんど全て通過します。この駅のまっすぐな線形、そこをモーターをかき鳴らして加速しながら通過していく昔のスーパー日立号のかっこいい光景はよく覚えてますね。土浦を出るとしばらく線形は先ほどまでよりは良好になるので、また時速120キロぐらいまで加速しました。もっと加速してますかね。でも全く速度制限がないというわけではなく、また今ブレーキをかけて落とし始めています。加速したりブレーキを使ったりという運転は自動車だとあまりエコではないと言われるかもしれませんが、鉄道では結構もう昔からですね、今のハイブリッド自動車みたいな回生ブレーキというものを使っていて、上げた速度をまた上の電線のところに電気エネルギーに変換して返却してしまうというようなことをやっているので、まあ、それほどには自動車ほどには電気の無駄遣いみたいなことは、まあ、あまり起こりにくかったりします。それでも時速130キロとかで走れば相当の走行抵抗がありますからね。電気エネルギーもかなり使うんじゃないかと思いますが、ここで右手に見えますのは、まあ、左側にも見えますが、茨城県名産の全国1位だったかと思いますレンコンの田んぼ。今ちょうどハスの葉っぱがいっぱい茂っていてあまりよくわかりませんが、このように全部水をなみなみと叩いています。このレンコンの田んぼのところで列車は少し速度を落としていましたが、また速度を上げてすぐに130キロ付近まで戻っていきます。いやー、乗っていて面白い回復運転ですね。でも日立号の凄まじいのは、別に回復運転でなくても普段からだいたいこんな走り方をしているんじゃないかと思われるほど速度はバンバン出してくれるということです。左手に筑波山が見えています。茨城県の誇る素晴らしい山、その手前にあるレンコンやら通常のお米やらの田んぼ。茨城県はあまり目立った車窓というのはないかもしれませんが、この土浦を過ぎてからの雰囲気は最高ですね。さあ、列車はまもなく高浜駅を通過します。この高浜は常磐線の下りの特急大肥駅として有名で、上野駅から常磐線の快速電車に乗ってずっとやってくると、この高浜の駅で大体の場合後からやってくる特急列車に追い抜かれるということになっていたかと思います。続く石岡は特急列車の一部停車駅、マンモス機関車と呼ばれる EH500 が牽引を担当しているこの面白い貨物列車は安中貨物というもので、福島県の小名浜から遠く群馬県の安中まで東方亜鉛の亜鉛加工の原料を運搬しているそうです。有名な貨物列車で、これから先大宮そして高崎線へと進んでいきます。この石岡の近くには地磁気観測所というのがあります。ここで地域を走っている、まあ、地球を通っているその磁気の観測をするために、常磐線の電化方式はそれに影響のない交流電化に改められていると言われています。次々反対の列車が走ってくる。
これは常磐線の本数がそれほど、まあ、多いからというのももちろんありますけれど、それに加えてこの日立号がものすごい速さで走り続けているからでしょう。今反対に行き違ったあの列車、あれでもそんなにそこまで言うほど常磐線のこの区間の間隔短かったかなと思ったらですね、あれはなんと今日取り損なったんですけど、電気機関車 EF81 に牽引されている、車両の工場に整備を受けるためのちょっと変わった配給列車というやつでした、まあ、また配給列車については他のところでも紹介しています。その配給列車に心を奪われてちょっと撮影が手抜かりになってしまいましたが、今通過しているこの駅が友部の駅です。友部駅は常磐線を使って大回り乗車を楽しんでいるような人には、まあ、結構ゆかりのある駅だと思います。左手から線路が1本合流してきて、これは JR 東日本水戸線、常磐線の上野から友部までの線路は比較的、まあ、どちらかといえばまだ歴史が浅い方で、この左手から合流してきた線路が一番最初に茨城県のこの辺りへ鉄道を初めて通した時からある伝統的なルートです。この友部の駅を過ぎますと、常磐線の上り線と下り線が突然離れ、反対を通過していく特急列車の姿もかっこよく映せました。これは何か、ずいぶん上り線と下り線が離れていて、真ん中にソーラーパネルやら JR 東日本メッツ水戸、 JR 東日本系のホテルの看板やら、さらには野球場まであって友部農園っていうのもありますね。 JR 東日本の土地なのは確実のようです。野球場ではなんか緑色の帽子をかぶった方がやられてますが、社会人野球の JR 東日本のチームの方が練習されてるんですよね。これは内原走車場と呼ばれているところで、戦時中にこの先福島県の今のいわき市で採れた石炭、それを首都圏方面にどんどん運ばなければならない、そういうことを考えて戦争対策で作られた走車場だったらしいんですけれども、戦争中の膨大な貨物需要が一旦落ち着きますと、もうこの操車場は使わないということで、戦争が終わってしばらくしてから廃止されてしまいます。そしてその後は蒸気機関車の墓場として、使わなくなった蒸気機関車を大量に置いていたりしたそうですが、まあ、そういったもの使い方もですね、またしなくなって何十年も放置されていました。でその後久々にですね、この辺りの土地をじゃあもう一回整備して活用しようということになりまして、あそこに電車の車両基地が置かれています。あそこが内原走車場と呼ばれているところで、ここが内原駅です。水戸駅に停めておくための常磐線の電車の車庫をあの内原に移したんだったんですかね。主要駅のお知らせ、日立チャイムが鳴りました。水戸の駅ではおよそ10分で水郡線との連絡があります。あまりにもこの列車が遅れると連絡の水郡線を待たせなければいけないということになったりするかもしれませんが、まあ、そこまでの大幅な遅れにはなりませんでした。頑張って走ってきましたから。また他にも水戸からは鹿島臨海鉄道の接続もありますが、それも十分な時間があったので、まあ、待つということはないかと思います。左手には三名園の一つ偕楽園、春の時期にやってくれば太陽の梅の花のお出迎えがあります。鉄道マニア的にはその見どころは色とりどりの梅のお花だけではなくて、ここにあります偕楽園の臨時の駅、偕楽園のアクセスを担う毎年梅の時期にだけ臨時に開設をされる駅で、ここには下り列車しか止まりません。左手にあったホームがそれです。ここから反対側を見れば有名な大きな湖千波湖があります。今偕楽園と千波湖のそれぞれが右左に分かれていますから、ここで今ちらりと見えてこれで終わりですね。県と水戸のずらりと並んだ建物が見えています。英語の車内放送も聞いていただいたと思いますが、 Thank you for traveling with us when we're looking forward to serving again と言っていましたが、もうこの列車が水戸の駅で終点になるかのような口ぶりです。 JR 東日本またのご利用をお待ちしております、そういうふうなことを言ってるわけです。実際大量のお客さんがこの水戸で降りていきます。水戸は大量の機関車が昔から活躍しているところ、
常磐線で長らく使われている EF81 電気機関車がいました。そしてもう一つ常磐線の電気機関車もいました。あれも EF81、 鉄道マニアにとても人気のある95号機機関車です。ただ格納庫の中に入っていましたので、ほとんどその姿を見ることができませんでした。水戸駅は特徴的な作りをしていますので、駅を出るところでまた多分あの機関車の姿は見られるでしょう。上野駅から66分で所定ダイヤであれば来られます。列車は水戸に到着、お客さんがぞろぞろ降りていきます。といっても今日はとても少なかったですね。所定より3分遅れているため、列車はすぐにドアを閉めて出発してしまいました。いつもは結構長い間停車している印象です。奥にはかつて常磐線で活躍していた E653 系を模した面白い形の売店もあります。この列車は水戸の駅を出発するとき、列車は大きく右にカーブをします。この右カーブを利用して奥を振り向けば、先ほど見られた機関車をもう一度見られるはずです。EF81、95、この手前の格納庫の中に入っている機関車も一応目に入りました。まあ、色が派手なので人気があるという、結構分かりやすい人気のポイントなのかなということは思います。この水戸を出ますと、次の駅は勝田です。上には茨城交通のバスがいました。水戸と次の勝田は別に何も離れていません。ただ一つお隣というだけです。水戸はさすがに交通の要衝でありまして、今上下2本の常磐線にさらに右手もう1本線路が並んでいるのが見えます。これが先ほど言った鹿島臨海鉄道。これはもともと国鉄線 JR 東日本になるということを計画されていた線路です。しかし採算があまり見込めないということで、その計画はなくなったわけですが、この鹿島臨海鉄道かなり立派な作りをしていまして、列車も高速で速度を飛ばしていくことができるそうです。東京駅などからここを走る水戸行きの特急列車を走らせる計画もあったというふうにも言われています。実際特急が走れそうなかなりしっかりとした線路になっています。あそこを走っていくと、この先鹿島神宮、そして成田、さらに千葉、東京と、まあ、行こうと思えば線路をたどることができるわけです。さあ、もう次の停車駅、勝田です。勝田はかつて日立号の一部が通過していた駅でしたが、最近では全列車停車ということでだいぶ位が上がりました。日立なんか海浜鉄道にこの駅ではまた乗り換えられます。近くにある有名な観光地として日立海浜公園があります。毎年10月頃ですかね、コキアというお花、また5月頃でしょうか、水色のネモフィラというお花も咲きます。反対側やってきましたのは E501系という常磐線の電車で、あれはもともと常磐線の快速電車として上野駅まで乗り入れていたものです。今はそういう走り方はしていません。日立中海浜鉄道も合流し、列車は勝田の駅に着きます。この勝田までで常磐線特急の需要の半分ぐらいはもう終わってしまうかと思います。なので昔常磐線で7両プラス4両の11両編成の特急が走っていた時代には、この駅で切り離しというのもありましたね。私もね、写真撮った記憶ありますよ。今は常磐線特急は全部10両編成での固定運転ということになっていて、特に勝田駅での切り離しは見られません。だからここから先はかなりガラガラの状態で走ることになります。お隣を見るとなんと、あら、昔常磐線で7両プラス4両の11両として走っていた E653 系の姿があります。4番線の特急列車仙台行きが発車します。仙台行きが発車しますというのはなかなかいいですね。上野駅からこの勝田駅まではグリーン車を連結した常磐線の普通電車、快速電車がいっぱい来ますが、それもほとんどこの勝田で終わりです。ここから先はグリーン車付きみたいな電車はほとんど走っていません。
この横を走っている E653 系はもともと常磐線でビジネス特急、まあ、通勤特急としてグリーン車もついていないフレッシュ日立という担当をしていましたが、停車駅が比較的多めの特急列車でしたが、一旦新潟に行ってそこでグリーン車の取り付け改造をした後、また国鉄時代に常磐線を走っていた特急カラーの国鉄色と呼ばれる色をまとって、またこの勝田に帰ってきました。今では鉄道マニアからとても人気を博しています。何かあるとあの車両は登板します。そんなに人気あるんだったら昔の国鉄の4パー合計みたいなね、旧型車みたいな見た目だけでもそっくりな電車とか作ってくんないかなと思うんですけど、そういうのはどうなんでしょうか。左手に今急なカーブをして線路が分かれているように見えましたが、今向こうに向かっている線路は廃線になっています。さてこの先左手に勝田車両センターというのがあります。あの水勝とかそういう風にですね昔省略されてまして、今もそうだったかと思います。電車の床の部分に、ね、水勝と外から見ると書いてあるのが見えますが、ここに常磐線の大量の電車が止まっていまして、ここがこの辺りで活躍する電車のお家ねぐらとなっているわけです。整備用に何か1両だけ切り離された531系の普通電車用の姿も見えました。それではまた自分の席に戻ります。だいぶさっきまでよりもお客さんが減ってきています。ここで上野駅からずっとですね、お外の景色を見るのに忙しくて、朝から何も食べていないのにまだ弁当は開けてもいませんでしたが、ようやく2時になってお弁当を食べ始めます。仙台名物の牛タン弁当です。紐を引っ張れば温かくなる方式。牛タン業者はなんか小林が美味しいということを昔ニコニコ動画で聞いたので、ずっとそれからこの小林の牛タン弁当を食べがちです。小林と書いてあって1枚ずつ牛タンを焼いている職人の絵が書いてあります。実際そうやって焼いてるのかどうか知りませんけどね。あれは東京駅の駅弁や祭りで買ったものです。さて続いての通過駅は東海です。 JR 東海駅。 JR 東海とは全く関係がなく、まあ東の海があるところだから東海なんですかね。東海村の中心駅ですが、村という割にはこんな立派な先進的なマンションもあるし、ホームも15両編成が止まれそうな立派な長さを持っています。これ日立号は先を急ぐということで止まりませんが、皆さんご存知のようにここは日本の原子力の都として、原子力関係の研究施設数多く海岸に並んでいます。原発もいくつもあります。ということで出張の需要があります。こんなところに特急を止めなくて不便じゃないのかと思うかもしれませんが、この東海にはですね、後からやってきている普通列車に水戸の駅で乗り継ぐことで非常に簡単にやってくることができます。だから別に大して問題はありません。水戸でちょっと乗り換えればものすごい速さで1回の乗り換えで東海まで来られる。常磐線のダイヤはかなり成功にできていると思います。水戸を過ぎてもやはり列車の速度は高く、今時速122キロと出ています。この先の日立の駅までは時速130キロを出そうと思えば出すことができます。この川を渡りますと東海村は終わりということになるかと思いますが、原子力関係の研究施設や原発が並んでいるのが見えます。一方で並んでいて目立つものは実は火力発電所であったりします。川を渡りますと茨城県日立市に入ります。この辺りの自治体はそれぞれ色があって面白いと思います。まあ水戸は説明不要だと思いますが、東海は原子力、日立は皆さんご存知重化学工業の日立製作所のその本拠地として有名です。カーブで速度を少し落としてきました。見るとここで左手になんかお墓がありますけど、随分日当たりのいい雰囲気のいい墓地ですね。あんな素敵な墓地がここにあるとは知りませんでした。列車の次の駅は日立市大三河です。大三河もこんな感じで集合住宅が並んでいたりと、人はそれなりに住んでいるところであります。昔は日立電鉄だったかな、ローカル線がここから分岐していたのですが、今電車は廃線になってしまいました。とにかく大三河には結構列車がたくさん止まります。特急列車の停車も多いです。ここで弁当が温まりきりました。この紐を引っ張って温めるタイプの弁当はちゃんとその弁当の説明書きに書いてある通りの時間待ってしっかり辛抱した方がいいですね。右
手に駐車場がありますが、あれが廃線跡だったかと思います。駅に着いたところでちょうどお弁当も蓋が開き、映像では冷めているように見えるかもしれませんが、ちょうどいい暖かさでしたね。塩分の取りすぎには注意しましょう。漬物はちょっと残しがちにしました。この大三河はとても読むのが難しい地名で、大きな、もう読めないですね、大きな亀と書いてあります。あの土器みたいな感じの器の亀ですが、昔漢字練習したんですけどもう書けなくなっちゃいましたね。大三河の次の停車駅は日立多賀です。そしてなんと日立多賀はまた大三河のすぐ隣の駅であります。にもかかわらず列車は時速130キロまで出しています。常磐線特急は水戸を出ると停車駅が途端に増えて急に遅くなったような印象を受けます。なんでこんないっぱい止まってと思うかもしれませんが、実際水戸から特に日立までの間、大きな街がずらっと並んでいます。いわき市内にもいろいろ重要な駅があります。なので仕方ありません。その関係で後を走る普通列車とそれほど停車駅が変わらないという状態になっているのです。普通列車が94キロを1時間半で行くのに対し、特急だと1時間6分、30分も変わっていません。特急遅いじゃないかと思うかもしれませんが、特急列車は今ご覧いただいたようにちゃんとですね、時速130キロなどを出しながら駅間では猛烈な速度を発揮しています。この区間を走っているこのように各駅に止まる普通列車は猛烈なスピードを発揮していまして、どちらかといえば普通列車の速度が速すぎるという理由があるんじゃないかと思います。普通列車も時速130キロまで出してしまう猛烈な性能を持つ E531K を使って、常磐線の特急列車と普通列車の性能の差が、まあ、あまりなくなっているというところはもしかしたらあるかもしれません。実際このようにたくさん止まっていて、特急列車もそんなに損してるわけじゃないしね、お客さんを拾えてていいんじゃないですか。この水戸からいわきまでの間も日立号は平均して時速85キロの速度を発揮しています。1時間に85キロ平均して走っていくというのは日本の特急列車の中ではもう超トップクラスに入りますので、上の水戸間が異常に速すぎるからね、水戸から先の区間が遅く感じるっていうのはあるんですけれども、実際にはかなりの速度を出しているわけです。右手にまた日立製作所関係の大きな工場が並んでいます。ここで振り向くとちらっと日立のマークが見えます。今映ってたの分かりましたかね、これですね、大企業の城下町がずらりずらりと並んでいます。 Google マップとかで見てもらうと、この辺りにいかに日立関係の企業が多いかが分かると思います。日立グローバルライフソリューションズ、さっきの大きな工場群はこれだったんですかね。この先に行くといよいよ日立の駅があります。もうこの駅のところは周辺ほとんど工場ばっかりみたいな、そういう光景が見られます。とは言っても町の方が規模としては大きいんですかね。市街地と工場用地とそれがいろいろ入り混じっているところ、そしてこの日立が近づくといよいよ右手に海が見え始めます。日立というのはもともと水戸黄門が名付けた名前だと言われていて、日が立ち昇る国だみたいな、なんかそういう素晴らしい景色に感動して水戸黄門が名付けたのがこの地名の由来だそうですね。だからこの辺りの国名の上陸と書いて日立と読む、その日立の国とこの日立市の日立は漢字も違うんですよね。常磐線特急の日立がどっちの名前を取っているのかは難しいところです。これは貨物需要も旺盛にあり、このように貨物列車が来ています。また10連タイプの機関車 EH500 による牽引です。いろいろなものが来ています。もちろんこの日立の駅で積み下ろしをする貨物もあるでしょうし、それからもっと北に行ったところで福島の方から来ているものもあるはずです。臭素専用云々とかいろいろ書いてありまして、薬品関係の輸送も結構目立つようです。左手こちらは日立の貨物駅、常磐線を走る貨物列車に小名浜行きというのがあり、この先のいわきの方まで走っていく列車です。で途中で編成の一部を切り離してこの左手の貨物駅に置いていくということをします。逆に北の方から来た列車はこの駅で編成に一部貨車を追加してさらに常磐線を南下していくというわけです。日立の駅にたどり着いた貨物列車はすぐにこの駅で貨車を切り離してまた出発するというかなり高度なことをやっています。所要時間十数分とかでやっちゃうんじゃないかな。
主要駅の明石、日立チャイムを聞きまして、勢いよくまた加速、左手にはずらっと立派な工業が花開いている様子がわかります。私あんまりこの日立市の歴史については詳しくないですけど、多分ここからちょっと北に行ったところ、いわき市に東日本随一の、本州随一というべきかな、常磐炭田がありましたので、そこの石炭をここで豊富に供給して工業がどんどん発達したのではないかと思います。日立を過ぎますと、珍しく常磐線では多少の上り下りの勾配があります。常磐線ほとんど平坦なんですけどね。まもなく高萩に到着いたします。そのちょっとした山の区間を過ぎると、次の停車駅高萩です。高萩も列車の停車が多い駅です。ただ私高萩で降りたことはないので、どういう風な街なのかっていうのはほとんどわからないんですけど、一回だけ車でね連れてっていただいたことありますが、ここでは右手に広大な電車の留置線が広がっています。高萩は常磐線で結構拠点となっている駅でありまして、まあ、特に日立あたりまでの需要が多いということもあって、高萩止まりの列車などが特に夜の時間に多く設定されていたかと思います。夜になるとこの奥の車両置き場のところに電車が並んだりしますが、今この時間はお昼ですからいません。高電圧線注意上るなと書いてあります。これ上が交流電化なんでね、注意しないと本当にホームの上に登ってしまったら感電化したり感電したりとかですね、危険なことがいろいろあるのです。取り出から先の電化方式、交流電化は首都圏と比べて感電などの事故を起こしやすい性質の電気になっています。電圧が2万ボルトもありますからね、そっちの要素の方が大きいのかな。次の停車駅はいよいよ勿来です。右手のところ国道6号が坂道を登っていくのが見えます。一方常磐線は平坦です。常磐線の売りというのはこの線路が平らであるということです。先ほど日暮里で枝分かれをした東北本線と比べて、常磐線沿線には東北線ほど大きな町はそれほどたくさんはありません。しかしその代わり線路は全般的に平らにつながっているわけです。今またトンネルに入りましたが、見てください、この右手コンクリートの壁で囲まれているこのトンネルの奥のところを見ると、ちょっと昔のトンネルの入り口が見えるんですが、わかりますかね。入り口の穴がレンガで作られているということがわかると思います。常磐線は明治時代に開業し、そしてすぐに複線化され、歴史的にも非常に重要な役割を発揮し続けてきました。昔からとても重要な鉄道路線だったのです。ここでも反対側トンネルを抜けるところでまた出口が見えますが、わかりますかね。ちょっとブレちゃってますけれど、小口がレンガで作られているというのがわかると思います。かつて福島県のいわき市、今の湯本駅のところから大量の石炭運搬の列車が首都圏へ向けて出発していました。そうした大量の貨物列車を効率的に走らせるためには、線路は平坦に作っておくことが重要です。ちょっとの山のところであれば、トンネルは常磐線は結構贅沢に掘っている方なんじゃないかと思います。時速今115キロ、日立から先常磐線の最高時速は120キロに落ちます。とはいえ120キロはあるわけで、その最高性能をほとんど発揮した状態で、やはり頼もしい走り方を見せてくれる日立号です。そして次の勿来で列車はいよいよ関東地方を完全に去ることになります。まあ、ここが関東地方というか微妙ですが、まあ、北関東ですよね。次の勿来駅からは福島県に入ります。今走っているこの辺りは茨城県の北茨城市、ここが茨城県の北端のところでありまして、この辺りは観光地にもなっていて、結構沿線に見どころの多いような場所です。景色もなんとなく良くなってきたような気がします。しかし常磐線は全般的にやはりこのような平坦な区間が多く、車窓の見どころというのはあまり注意していないとないように感じられるかもしれません。まあ、そのためこの長い動画を使って皆さんにこういう見どころがありますよというのをお伝えしているという理由もあるわけです。ほとんど最高速度をずっと出し続けています。まだちょっと先ほどの遅れを引きずっているというのもあるんでしょうかね。でもほとんど回復してきているようです。右手にもう海の方を見渡すことができない防波堤があります。昔はこの辺りで綺麗な海の景色をちょっと見られたはずですが、この辺り海が綺麗な観光地となっているわけですが、しかし東日本大震災の津波の影響を受けたのも大体この辺りから、貴重な文化財が流されたり、もちろん亡くなってしまったという方もいます。
ということで、対策の防波堤が長く海岸のところに作られたりという光景がこれから先続くことになります。大岩に穴が開いてて綺麗でしたね。この辺りには五大堂とかですね、海の景色と調和した素晴らしい景観がいくつか楽しめる名所があります。お隣のトンネルがレンガで作られた古いトンネルで、こちら側のトンネルはレンガ作りではなかったようですね。コンクリートだからもうちょっと新しい時代のものでしょうか。列車が今通過しているのは大津港駅です。大津港からちょっと行ったところに観光地がいろいろあります。逆に言うとここら辺でもうほとんど茨城県内の見どころは終わりです。これから先福島県との県境の区間では多少の山がちな地形を通り抜けることになります。といっても常磐線は一番急なところでも最急勾配 10% ミリということで、これは完全に平坦線、平坦な路線と表現するのが適切なかなり緩い坂道です。この列車にとっての一番険しい道のりはやはり東京駅と上野駅の間にある神田峠の区間ということになっていたわけです。勾配を緩和するためにも多少線路が左右にうねりながら進んでいます。レンガの立派なトンネルに突っ込みました。このトンネルを抜けることで茨城県北茨城市から福島県のいわき市に入ります。 Google マップを見るとトンネルのところで県境を抜けたのが分かります。列車は次に勿来駅に着きますが、有名な根津ヶ関、白川の関と並ぶ勿来関は昔この辺りにあったという説もあります。正確な場所は分からないそうです。まもなく勿来に到着いたします。美しい太平洋の景色を見ながら、列車は勿来の関を時速100キロぐらい出してましたかね。それぐらいの速度で通過しました。奥州三関という通り、列車は今先ほどのトンネルから東北地方に入ったわけです。まだまだ終点まで所要時間で言えば半分も行っていません。仙台行きの日立号はほとんど東北特急と呼ぶにふさわしいような東北地方を長く走る列車なのです。勿来と書いてあります。勿来も観光地ですよね。この辺ね、渋い観光地で勿来、あとは大津港のあたりとかまとめて回ると楽しいと思います。この列車は特急日立13号仙台行きです。次は泉に停車いたします。勿来に止まる特急列車は全体の中の少数派ですが、この先泉、湯本、いわきと3駅続く停車駅には全部の特急列車が止まります。上を真新しいまだ作りかけの高速道路のようなものが通過していったのが見えます。これは今まさに小名浜道路建設している最中です。この先泉駅から海の方に行きますと小名浜というとても重要な港町があって、東日本大震災の影響をかなり受けてしまったところでもありますが、しかしとても重要な東北地方を代表する港湾として機能しています。小名浜道路工事とここに書いてありますけれど、あそこに高速道路を建設して常磐道から直接小名浜の方に行けるようにということですね。この E6 というのが常磐道ですが、そこからこの山の峠越えのようなことをしなくてもこの泉の海の方にある、すごいですよね、埋め立てがかなり盛んであることがわかります。小名浜の方までまっすぐ行けるようになるということです。あそこを直行するように高速道路が作られると、もしかしたら貨物列車の需要などに影響をきたすんじゃないかなというふうなことも思わなくはありませんが、どうなんですかね。体制に影響はないような気もしますけど、右手のところにこのように続々と建設が進められていて、少なくとも福島県にとってはとても大きな利益になるはずです。列車はまたこの区間で少々の山がちな区間を通過していきます。常磐線はこのように平坦な路線で全体的に建設されていますので、昔から東北の北の方に向かう貨物列車などを通しやすいルートとして盛んに活用されていました。東北本線をサポートするとても大切な役割を常磐線は最近まで発揮続けていたのです。まもなく泉に到着いたします。案内放送で言っていますが、次は泉に泊まります。福島県いわき市は合併によってとても大きくなっていまして、先ほどの勿来からこの先の少なくともいわきまでは全部一つのいわき市です。
いわき市の人口は東北地方では2番目、仙台市に次ぐ規模だということです。最近郡山とほとんど変わらなくなってきたらしいです。到着したこの泉からは車でちょっと海の方に行けば小名浜ということで、ここで出張の需要も結構あると思います。ここでまた左手を見ると側線がたくさん並んでいて、福島臨海鉄道が見えないですけどね、福島臨海鉄道の社屋もあります。福島臨海鉄道は私たち普通の人間が乗れる鉄道ではなく、全国に臨海鉄道というのはいろいろあるんですが、港と JR の駅を連絡するための地方のローカル私鉄で、それは貨物列車の専用となっているのがほとんどです。この大量に並んでいる側線のところに小名浜から列車を持ってきて、そして JR の機関車と交換して東京方面に列車を連れていくということになります。この列車は特急日立13仙台。あそこに福島臨海鉄道用の出発信号機も見えました。臨海鉄道は単線になっていて、ここから左手に大きく迂回をし、その後小高いところを走る常磐線の下を行きます。結構ここら辺の走り方は面白いと思います。この下のところを間もなく通り抜けますが、小名浜方面を見渡すと、なんと、おー、ラッキーですね。今コンテナは何も積んでいないようですけれども、 JR 貨物の古希百景貨車を連ねた福島臨海鉄道の機関車が向こうからやってきているのは見えました。この先また多少山がちな地形となります。山がちといってもこのようにトンネルを明治時代からずっと使っている路線にしてはかなり充実した、こんな感じですね。次々巡らしていまして、列車は直線的に走り、また最高速度の120キロを出しています。次の停車駅は湯本です。湯本は今観光の街として有名で、いわき湯本温泉があり、東北地方で最大のテーマパークというべきですかね。東北で最も勢いのあるこの手の施設、スパリゾートハワイアンズがあります。これもまた県やいわき市の経済を大いに良くしている施設だと思いますが、もともと湯本は日本経済を支えていた常磐炭田のその三タッチでありました。1960年代ぐらいまでは湯本で大量に石炭を産出して、その石炭を関東地方に送り込み、良質な石炭がしかも取れるということで、とても重宝がられていたのです。常磐線の建設の目的も、もともとは仙台まで列車を通すということではなくて、ここの常磐炭田の石炭を首都圏に輸送することが第一であったと聞いています。昔から雰囲気のあるこのシャボン玉飛んだのこの歌を発車メロディーにしているんですが、今日は列車がやはり少々遅れていったということもあって、ほとんど聞くことはできませんでした。スパリゾートハワイアンズまでは湯本駅から確か無料のバスが出ていたはずです。無料ですね。そしてまた東京からスパリゾートハワイアンズの宿泊客に対しては無料送迎バスも出ていまして、すごいですよね。東京から湯本まで無料でバスで来らせてくれるのか、それも面白いと思いますよ。この列車は湯本駅前の商店街は個人商店がずらっと並んで、昭和の中頃の雰囲気を今に留めてくれています。昔は炭鉱マンがいっぱいあそこで飲食したんでしょうね。常磐炭田の地下坑道の入り口の跡がここに残っていて、建坑櫓、垂直エレベーターもそのまま残っています。今ここは博物館石炭化石館ということで、昔のものを使いながら湯本の最短の歴史を伝えています。この辺りで昔は石炭を取っていたわけです。あそこに J グループとかなんか書いてありましたけど、あの J というのはね、見たらやっぱり昔あった常磐炭鉱の関係の会社のようですね。かつて石炭をたくさん取っていた常磐炭鉱も今常磐開発という名前になっているようですけど、やっぱりここで何かエネルギー関係の事業なのかな、そういうのをやっていて、そして他にもスパリゾートハワイアンズなどの経営もかつて
炭鉱を経営していた会社がそのままやっているのです。これほどね、産業の転換に成功したところもなかなかないんじゃないかというぐらい模範的な旧三段地となっているんじゃないかと個人的には思っています。その湯本周辺の勾配線区も今全部過ぎ去りました。列車は今国宝の阿弥陀堂、立派なお寺のあります最寄り駅内郷を通過しまして、次が主要駅のいわきです。特急日立号の需要は現状はっきり言って次のいわき駅でほとんど終わりです。水戸で半分のお客さんが降り、残りの半分が日立で降りて、最後の残りが次のいわきで降りるというのが私の印象です。まもなくいわきに到着いたします。磐越東線は昔は平と呼びました。この辺りで最も人口の多い東北で第二の町、浜通りの都、列車はいわきに到着です。いわき駅の手前では大きな伏線用のトンネルを抜けます。磐越東線のトンネルはこれもまたレンガ造りになっています。常磐線特急の日立号はほとんどこのいわき駅で行き止まりということになります。1時間おきに出ている本数の多い日立号ですが、この先まで進んでいくのは一部で、1日に3往復だけ仙台までの延長運転を実施しています。延長運転というか、もともと日立号はね、仙台まで急いでいくお客さんを運ぶためのものではないので、この上のところには平城の跡があります。昔この高台にお城がありました。お城のすぐ脇に駅があります。いわきの駅でまた乗務員が交代、先ほど勝田の駅で交代していましたが、いわきでもまた変わって、これからはどうも原の町運輸区の担当のようです。向こうに上野駅の日立20号が止まっているのが見えます。品川駅か、途中停車駅が今かなり少なかったですね。日立号は結構列車によってその停車駅の数が違います。見ると湯本泉までは変わりませんが、私の列車の止まらなかった磯原に止まる代わりに他の日立多賀とか止まらなかったですね。全然ね、ホームには昔ながらの古い国鉄時代の看板が今でも残っています。まあ使えるものはそのまま使った方がいいですからね。時間をかけて乗務員の交代もして、時間通りにいわきの駅を出発です。ほとんどお客さんはもう乗っていません。じゃあなんで走っているのかというと、この先にまだ福島第一原子力発電所関係の町と、それから南相馬市、相馬、そういった町がありまして、そこまでのお客さんを運ぶのにやはり特急列車が必要です。さらにこれまで通ってきた水戸や日立、そしてこのいわきから仙台に向かうという人もいるので、上野から仙台への直通の需要はなくても、このいわきから仙台まで行くとか、水戸から仙台まで行くといったお客さんには特急日立号はありがたいものであるわけです。列車はこれからいよいよ海沿いを走るようになります。海の方に行くと東日本大震災の爪痕を見ざるを得ないというような区間もあります。しかし、私が見る限りは少なくとも帰還困難区域周辺を列車が走るようになるまでは、だいぶやはりここ数年間で見ていても状況は改善してきているように感じます。列車の揺れの音、ガタンゴトンという音がさっきまでよりも大きくなってきたことにお気づきかもしれませんが、先ほどまではほとんどの区間ロングレールの工事がなされていて、レールとレールの継ぎ目を溶接して列車の揺れを少なく抑えるというようなことをやっていましたが、この辺りではやっていないようです。だから列車の振動は実際多くなります。そしていよいよここからですね、今の4つくらいだったかな、ここから先常磐線は単線での運行というのが続きます。上野からここまでは上下1本ずつの線路がありましたが、それはここまで、もうかなり大昔からね、いわきのあたりまでは石炭の運搬の需要がめちゃくちゃありましたから伏線化が重要でしたが、もうこのあたりになるとそれほどたくさんの列車の運行もないので伏線の線路は必要ないという判断になったわけです。
ちなみに最高速度は確かいわきから先では全区間にわたって今のところ100キロに抑えられてるんじゃありませんでしたかね。右手には太平洋の景色、この辺りは乗っていて面白いですね。景色そのものはまあ普通に海があるなと、平坦なところですからそれほど荒々しい海という印象は受けませんが、遠くに岩が並んでるよというのを見たりとか、それから彼方の方に目を凝らすと、まあ、いろいろな船がいるんですけれども、その船がまたですね、お、あの船は太平洋フェリーじゃないかとか、あれは大洗に向かうサンフラワーじゃないかとか、そういうふうなものに目をつく場合があります。この時も確かね、サンフラワーがどっかにいたはずなんですけど、僕取らなかったのかな。トンネルもどんどん増えてきます。このトンネルは断面を見るに結構新しいものでしたね。コンクリートでできているかレンガでできているかを見れば新しい古いは分かります。もともともっと古いトンネルがあったんですが、常磐線を電化する上に電線を張るときに、前のトンネルでは小さすぎるよねということになって、古いトンネルを廃線にして新しく作り直したわけです。右手には防波堤がまた岸壁をほとんど覆っていて、川のところだけ少し口を開けているという景色があります。常磐線のこの辺りではああいった景色をたくさん見ることになります。列車の速度を測ってみると今時速95キロ、ほとんどトップスピードの状態で走ります。かなり良好な速度を出しますね。線路の形がいいからです。僕のところ分かりますか、これ柵の向こうに口を開けているトンネルが今ありました。あれが前のトンネルです。実際見てみると小さいよなという感じがします。さて列車は今末継の駅を通過するところです。ここでは上下の列車が行き違いをすることができるように線路が2本に分かれています。末継の駅のホーム自体も10両は止まることができそうな立派な作りになっていますが、ホームを過ぎてからもしばらく線路は2本に分かれたままです。なんでこんなに長い状態で有効長というんですけれども、ホームを過ぎてからも2本の線路をしばらく用意しておくのかというと、これは貨物列車の対策です。現在常磐線で貨物列車の運行はされていないんですが、まあ、するということは今後かなりあり得る話です。そうなった時に上下の列車の行き違いをしやすいようにするには、貨物列車であってもあの駅のところに止めて反対の列車を待ちやすい、かなり長いホーム、長い線路を作っておかなければいけません。その対策があそこでされているわけです。まもなく列車は広野に着きます。その手前のところトンネル、これ分かりますか、お隣のところ線路が引いてありません。線路を2本引くことができる大きなトンネルを掘ってあるのだけれども、しかしそこに線路は1本しか敷いていないのです。まもなく広野に到着いたします。このように2本分の大きなトンネルを掘ったけれども線路が1本しか引いていないというのは、他に例えば中央本線とか篠ノ井線とかでも見られます。いつかのためにあらかじめ備えておいて作ったけれども、結局そのいつかが来ることはなかったというような場所。国鉄時代にはそういう風なものが結構たくさんありましたね。この右手わかります？もうちょっとこの先のところでもあるかもしれませんけれど、今ね土を持っていたところ、この奥のところもそうですが、今走っているこの線路の右手に昔の常磐線の線路がぴったり並んで走っているのです。もともと右に1本存在していた常磐線の線路を廃線にして、これなんかそうですね、レンガの橋をあそこにかけていた構造の跡が残っていましたが、そして今の線路は少し山側にずれたところを走っています。蒸気機関車の時代と今とで走っている線路が違うんですね。この辺りの特徴です。列車は広野に到着。ここも復興関係の事業で出張に来るという人は多いそうです。次の停車駅は富岡。この列車は特急日立13号仙台行きです。次は富岡に停車いたします。広野の駅を過ぎますと、さっきまで単線であった線路がまた複線に戻っています。国鉄時代に複線化を進めてきたけれど途中でやめてしまった路線というのがやっぱり結構いろいろありまして、羽越本線、中央本線、奥羽本線、まあ、他あとは山陰本線とかもそうですかね。常磐線もその中の一つで、
部分的に線路が上下1本ずつの複線であったり、部分的に単線であったりというようなことになっています。お茶がなくなってしまいました。日立号は今でもありがたいことにほとんど全部の列車で車内販売をやっています。しかし車内販売はいわきで終わってしまいます。いわきまでに買っておけばよかったんですが買いませんでしたので、もう仙台まで飲み物を補給することは基本的にできません。列車は今 J ビレッジを通過中。ここにはサッカーの練習場のかなり大きいのがありまして、ここで練習をしている人も結構たくさんいるそうです。それはただなんか練習するというだけではなくて、日本代表とかそういうレベルのすごい実力のある人たちがここでやっているということです。その J ビレッジのところも伏線になっていますが、その先のところに上下線の間にこんな沼が並んでいるところがありまして、この景色結構面白いと思います。こちら側の線路の方がちょっと古いようですかね。沼の向こうにある線路は新しめでした。左手に仮設住宅がずらっと並んでいるのが見えます。この辺りは一つ一つどれがというお話はしませんけれど、津波に流されてしまったような景色もたくさん皆さんに今見てもらったところです。列車が今通過しているこの駅は竜田駅ですね。竜田は2017年ぐらいまで常磐線の終点になってしまっていたところで、ここで代行バス浜通り交通のバスに乗り換えて、この先は浪江を目指して北上するというようなことを最後の頃にはやっていました。常磐線の線路はまるで新しい線路を建設するときのように、少しずつ少しずつ福島第一原発の一番の難関の区間を目指して南北から真ん中の方に集まってくるという感じで復活していきました。竜田の駅を過ぎてから線路はまた単線に戻りました。そしてもう常磐線の終点の岩沼まで常磐線の上下線が複線になるということはありません。次に止まる富岡駅はいよいよこの辺りで常磐線のまずは最後となる町らしい町の中にある駅です。右手には海がありまして、この辺りにはたくさんお家なども並んでいたんですけれども、今防波堤があって海はもう見えませんし、またもともとこの辺りにあった建物はほとんど全部流されてしまいました。富岡の駅も流されて、確か場所がずれてしまった、そういうふうなことがあったんじゃなかったですかね。前の駅舎は解体されて今新しい駅になっています。富岡の駅の周りにはホテルとかスーパーとか遠方からやってきた人も、この辺りで活動の拠点とする人も最低限必要な設備がいろいろ並んでいます。一回降りて見たことありますけど、スーパーの時給がすごく高かったのが印象的でしたね。1300円ぐらいじゃなかったかな、確か。この列車は特急日立13仙台行きです。次は大野に停車いたします。新しいお家がたくさん建てられています。集合住宅もそれにあって、復興関連の事業で携わる人がおそらく住んでいるんだろうなという単身者向けみたいな建物が結構目立ちますね。列車はこれから先その富岡の街を周りをですね遊覧するかのようにして、街の形に沿って少しカーブをしながら進みます。結構この富岡の街の見え方が好きですね。こんな感じ、お米のような形をした縦長の街のその外周を3分の1ほど回ってから列車はまた引き続き北へ向かって走ることになります。通過しているこの駅は夜の森駅です。夜の森は、少し堀割りといいますが、お城のお堀のようにですね、谷のように低くなったところに線路があって、そこに駅などが設けられているという形。このお堀の壁のところに昔ツツジがものすごい数ありまして、往年のスーパー日立号はツツジの時期になるとここを減速通過するということをやっていたそうです。それが相当綺麗でね、なんでもこの夜の森の駅は地元の人たちにめちゃくちゃ愛された大切な駅だったようですが、その地元の人たちが東京に行って山手線の駒込の駅を見た時に
駒込のツツジはなんと美しいんだ、これはこの夜の森にもこういうものをやってみようということですね。それで作ったものです。しかし除染作業の影響で今ツツジは全部刈り取られてしまって、それでも少しずつ元に戻っている最中だそうです。列車はこの辺り帰還困難区域の真ん中を走っています。右手にお家が並んでいるのが見えますが、あのお家に住むことはできません。東日本大震災が起こってからほとんどあの家周辺に人は近づいていないはずです。列車はまもなく大野の駅に着きます。大野駅は福島第一原子力発電所の最寄り駅となっています。大野の次は双葉に停車いたします。大熊町、この先双葉町とかですね、浪江町、飯舘村、この辺10年前のテレビの報道をご存知の方はね、東日本大震災の時にすごくたくさん聞いた地域の名前なんじゃないかなと思いますけれど、それがまさにこの辺りであるわけです。私の父は昔からですね、東北に行く時に白鶴号、東北線周りの白鶴号と常磐線周りの夕鶴号のどっちに乗るかというので、万が一原子力発電所で何かあったりしたら嫌だからということで、父は必ず東北線周りを使うようにしていたと、そういうことを言ってましたね。右手のところに大熊町中心の大野の駅周辺の街並みが見えますが、これは実質もう誰も住んでいない状態です。線路は大丈夫なように除染作業はしてあるんですけれども、線路以外の場所は今でも立ち入り禁止となっているところが多く、この駅周辺もほとんど帰還困難区域に指定されています。私も一回駅の周りを歩きましたけれども、自動販売機もないし、もう人がいるのは放射線量計の貸し出しをする人と、あと警備員さんだけでしたね。この列車はこの大野と次の双葉の間はかつて伏線になっていました。しかし2020年の常磐線復旧の際、片方の線路が取り外されて単線になりました。これね、とても合理的な判断だなというふうに思うんですが、今この区間の列車の本数は減っていまして、単線でも特に運行の使用はなさそうです。そしてこの辺りでもし何かあって常磐線の電車が動けなくなったりした時には、この辺りの周り帰還困難区域がとても多いですから、そして線路に近づくということもその関係でとても難しいですから、列車から例えばお客さんが降りてどこかに避難するとかいうことになった時にも、もうとてもではないけれど身動きが取れないということになってしまったりするわけです。線路の上を延々と歩いて帰還困難区域が周辺にないところまで進むというのもかなりリスクのある話です。そこで車で直接線路の脇に乗り付けることができるようにということも考えたんじゃないかと思います。向こう側にもともと列車が通っていたのがはっきりわかるトンネルがもう一本並んでいたのが見えたと思います。ということもありまして、かなり乗っていて安心です。この辺り列車から原発のやってるのがなんか見えたような気がしたんですけど、それ気のせいだったかな。バス、代行バスの時代には原発が見えたんですけど、この時は注意して見ていたつもりでしたが、原発の建屋のようなものは見えませんでした。太平洋の方を通るフェリーに乗ってるとね、原発の作業している様子、望遠レンズとか持っていれば見えるかと思います。ちょうどこの辺りが原子力発電所の一番近いところを走っているところです。除染作業はもうかなり大変で、全部土を総取っ換えするようなことをしなければいけないわけですが、 JR 東日本ではこの線路沿いのところ十分に除染の作業もすでに完了していて、線量も当然基準よりも低く下がっているということです。次の停車駅双葉はもうすぐお隣の駅です。昔やっぱり原発のここに存在していたような時代からですね、その原発に対して出張で行くという東電社員の利用とかはあったようです。今でもそういう利用は少しはあるんじゃないかなと思いますけどね。まだこの辺りでもお家が壊れたままになっていて、人が帰っていないというのがかなりたくさん見受けられます。しかし原発からそれなりに離れてきて
あとこの辺りは放射線の影響をそれほどは受けていないというエリアも多く、この辺りは必要な処置を施した上で将来的に人が帰ってくる見込みの場所だということです。どれぐらい人が帰ってくるかというのはまた別なんですけれども、生活の拠点としてこの辺りを使うという計画は今ここで進められています。お寺も何かお堂を修理しているのが見えましたね。ただそれでも今のところ双葉の駅周辺にはそんなに人はたくさんいないようです。常磐線よりも随分山の方に行ったところに大熊町なども別の生活拠点を設けているというところがあって、先ほどの大野駅のところも駅の周りには誰も住んでいませんが、遠くから離れたところに行くと、まあ、結構人が集まって住んでいるようなところがあるということです。左手はこれは除染の作業をしているんですかね。土を掘り上げてショベルカーが頑張っています。双葉の駅でもかつては反対ホームにもまた線路が引かれていたようでしたが、今この辺りが単線になってからこちら側のホームにだけ線路が引いてあります。次の停車駅は浪江です。浪江は福島第一原子力発電所からはだいぶ離れていて、町内にも別に原発があったわけではありませんでしたが、とは言っても原発の影響はどうしても受けてしまうものです。今でも帰還困難区域がやはりあります。しかし常磐線の沿線ではなく、むしろ、まあ、これが放射線のね、汚染のちょっと普通の人間では理解が難しいところなのかなと思うんですけれど、原発からむしろ離れているところの方が放射線の汚染を多く受けているようです。ということで次の浪江は駅周辺は特に帰還困難区域にはなっておらず、かなり普通に活動することができます。私も一回浪江に行って焼きそばを食べましたけど、うどんみたいな太い焼きそばなんですが、あれ美味しかったですね。駅からちょっと離れて行ったところ、海の方に進んでいくと役所がありまして、町役場のあたりで浪江のおそばを食べることができたかと思います。まもなく浪江に到着いたします。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。浪江の次は原の町に停車いたします。ただやはり帰還困難区域がこの辺りでは設定されていないとは言っても、震災前と比べると人口は比べるまでもないほどにかなり少なくなってしまっていて、もう戻ってこないということを決めている町民も相当数いるということです。イオンとかいろいろ並んでいるのが見えます。あの辺が浪江町の中心の部分ですかね。行けば一応タクシーとかもいるし、浪江では普通の生活ができます。富岡と浪江ですかね、それぞれここら辺までが町の機能が十分残っているその限界ということになりそうです。大熊とかあの辺になりますと、もうタクシーは周辺ではもうやっている会社とかもないので、かなり遠くから呼び寄せて来てもらうしかないとか、そういったことになったりするわけです。浪江も駅の周りに雑居ビルみたいなのが建っていたりするわけですが、しかし私が前に来た1年ほど前の頃にはどこも空いてはいなかったですね。役場の方に行ったらば人がそれなりにいてくれました。浪江を過ぎると原発のイメージは、まあ、少しずつ景色を見る限りでは減っていきます。この列車は特急日立13号仙台行きです。次は原の町に停車いたします。今案内されていました次の停車駅原の町は南相馬市の中心の駅で、またこの辺りではとても大きな需要のある駅の一つです。原の町での乗り降りが多分この列車にとって最後のまとまった乗降ということになるでしょう。かつて常磐線特急のスーパー日立号はいわき行きの他に原の町行きという運行もかなりたくさんされていました、まあ、もちろん先ほどの双葉とか大野とかで原発関係の出張をこなしていたというそういうお客さんも乗っていたでしょうか。この先の原の町ではかなりの需要があったはずです。
先ほど桃内を通過して次のこの駅はこれは小高ですかね。小高はかつてスーパー日立号の停車駅にもなっていた駅です。常磐線特急が運行再開すると小高にまた止まる列車があるかなと思いましたが、今特急は全部通過になりました。しかし地元の高校生が駅ではたくさん待っていて、久々ですよね、こういう光景を見ることになりました。多分こういう光景が見られるのはいわき以来ということになるんじゃないかな。まあ、いわき市を抜けてからはしばらくあんまりああいったいわゆるその高校生が集うような日常の光景みたいなのを駅で見ることはそんなにはないんではないかと思います。右手に何やら豆か何か育てているのが見えますね。これ何の作物なのかちょっと分からなかったんですけれども、これはあれですよというの分かる方がいたら教えていただきたいと思います。ツルみたいなのが伸びているように見えました。お、これは保線の会社の方が保線車両、なんか今点検かなんか分かりませんがちょっと使ってましたね。車両の明かりがピカピカついていたのが見えます。さていよいよ次が主要駅の原の町。私も昔ちっちゃい時にスーパー日立に2回ぐらい乗せてもらいましたけど、あの時も原の町行きでしたね。原の町は先ほども言いましたように車掌さんの運行の拠点、原の町運輸区などもあり、この辺りでは主要な町となっています。仙台まではあとまだこれから1時間以上かかります。結構長いんですよね、常磐線は。さすがに大きな駅です。保線車両を止めておくための場所とか広大な電車の留置線もあります。この原の町は常磐線の東京側で走っている青い電車 E531系と常磐線の仙台側で走っている E721系かなとか701系とかですね、まあ、そういう東京側の常磐線電車と仙台側の常磐線電車のここが切り替わりの地点でもあります。原の町で私の号車に乗っていた最後のお客さんが一人降りていきまして、乗車中の2号車はいよいよ私一人の貸し切りということになりました。緑ランプがついている座席もあったんですけどね、全くお客さんのいなくなった車内。ホームからはなんか良さげな曲が聞こえてきます。私は詳しくは知りませんけれど、これはおそらくこの地方の伝統芸能の相馬の舞い、その曲を録音して流しているんじゃないかと思います。東北地方を代表する大勢の観客を集めるお祭りです。これが原の町の名物になっています。もう遅れは完全に回復したみたいですね。だいぶドアが閉まるまでにも時間の余裕がありました。車掌さん、いわき運輸区の方かな、もしかしたら。まあ、あんまり細かいことは、ね、気にしないことにします。ここから先が先ほど言いましたように東北地方の常磐線の電車と車両が切り替わるところです。だいぶ東北も本格的に入ってから東北側の電車と東京側の電車が変わるんですね。おなじみの日立チャイム、原の町ですから当然流すことになります。この車両は2012年製ですね。乗車中のこの車両657系は編成としては10両編成の設定しかありません。昔は7両編成と4両編成をくっつけて11両で走らせるというようなことをやっていたんですが、そして需要が少ないこのような区間では4両に短縮して運行するみたいなことをやっていたんですが、今では需要が少なくとも最低限10両が1単位になりますので、どれだけお客さんが少なくても10両編成を走らせなければいけません。これはちょっともったいない話です。これ
これ JR 東日本が何か考えを間違えているわけではなく、東日本大震災さえなければ当初の計画ではこの10両編成の657系は仙台まで乗り入れることはなく、いわきと仙台の間には4両編成ぐらいの短い編成を組んだ専用の特急を別に走らせるということを考えていたのです。これちょっと見ていただきたいんですけども、いわきの駅を出て仙台まで向かう高速バスの時刻表です。9時55分いわき駅発仙台駅着12時49分とかですね、いわき11時55分発仙台14時14分とかですね、まあ、こうやって見てもらうと分かる通り、いわきから仙台まで高速バスでも行けるんですが、バスだと3時間かかります。それに対して JR の特急日立号は1日に3本しかありませんし、運賃もバスよりかかるとはいえ、いわき仙台間を2時間で移動してくれます。これは結構ありがたいものになるはずです。そして途中の街でも立ち寄ることができます。そう考えるとですね、JR 東日本がこのいわきと仙台の間の常磐線を完全に復活させて、そこに特急列車まで1日に3本走らせているというのは結構なサービスなんじゃないかと思います。もう元から利益なんか出ないような運行の復活であるのだから、じゃあその区間にはもう採算度外視で特急列車の乗り入れもしましょうかと。それが東日本の鉄道の覇者の鉄道を全て手中に収めている会社のやることなんじゃないかと。 JR 東日本としてもそういう太っ腹な精神でやってくれてるんじゃないかというような気がします。この区間に10両編成の特急列車はどう考えても輸送力過剰ですからね。反対側からおそらくは仙台からやってきたと思われる701系4両編成の電車がすれ違いました。もうこの辺り完全に東北に来ているということを感じます。今最後の途中停車駅相馬を出発しました。相馬から東京まで一番早い行き方は日立号で仙台まで一旦逆戻りした後、仙台から新幹線で上野駅に向かうというこの行き方です。まあ、こうやって行ってしまうのが一番早いんですけれども、お金はかかります。一方で相馬から東京まで特急列車1本で直行で行くと、仙台を回っていくよりも時間が2時間ぐらい伸びてしまうんですが、1時間半ぐらいかな、伸びてしまうんですが、しかし運賃料金は5000円ほど節約することができるということになります。さてこの右手、なんかプラットホームみたいなものの残骸が今見えましたけれど、この右手のところにはかつて常磐線の線路がありました。新宿では上り電車交換待ち合わせを行います。一旦停車いたしますが、ホーム側ドアは開きませんのでご注意ください。こういうふうな新しい橋みたいなものも作られています。列車速度を落としながら、今新地の駅に着き、ここで初めて反対列車を待ち合わせるためのお客さんの乗り降りとは関係ない停車をするということになりました。この常磐線の今いるところの地図を見ていただくと、左にずれているんですが、一方で左にずれずにまっすぐ行くとこの県道38号線につながるということがわかります。もともと存在していた常磐線の線路は38号線に今姿を変えているのです。常磐線の線路は内陸の方に移設され、そして海の方にあったもともとの線路の廃線跡には新しく堤防を兼ねた復興道路が建設されています。反対方面、仙台発上野行きの特急日立号です。1日に3本の運行がありまして、朝早い時間と午後と夕方に上下方向とも運転されています。電車起きますのでご注意ください。電車起きます、ご注意ください。上下の列車がこの新地の駅で夕方この時間に行き違うことになっています。反対の車両にはラッピングがされてますね。常磐線沿線の見どころを PR するための列車を使った広告です。上野駅から品川駅までのたくさんの人が利用するところでこの車両走りますからね、広告の効果は大きいものと思いますよ。今走っているこの線路はもともと常磐線の線路が引かれていたところではなく、もともとの線路はあの向こう側、今車の走っているあの土手のところでした。もともと線路はもっと低いところを走っていましたが、もしまた何かあった時のための堤防を兼ねて土を持って、道路はその高い土手の上を走るような形に改められたわけです。そして常磐線の線路も今高架線に改められていることがわかります。
新しくこの辺りで作られた復興した後の常磐線はこのように高架線の上を走る形に変更されました。もちろん部分的には高架ではないというところもあります。こうやって乗ってみるとかなり静かになっていることがわかります。さっきまでの単線の区間は国鉄時代ぐらいから基本的にその作りがそこまで極端には変わっていないんじゃないのかなと思いますが、ここの線路はもう土台の部分から線路敷きまでいろいろ新しいので乗っていてさすがに静かです。騒音も揺れもほとんど感じません。繰り返すようですが、昔の常磐線の線路はあの向こうの土手の上を走っていました。まあ土手の今あるところを走っていました。海がほんのわずかに見えますよね。昔はもっと大きく見えたんではないかと思います。常磐線がまた開通する前の昔の姿は、この辺りまで私はちっちゃい時に乗ったことはありませんでしたので詳しいことは分かりませんが、しかしこの西日が当たる田んぼの様子はいいですね。今からトンネルに入ります。トンネルもとにかく静か。新しい線路の乗り心地はいいです。やっぱりなんだかんだ常磐線の新しく開通した区間でも、その岩城から仙台までの区間のこうして新しく作られた部分以外はちょっと揺れが大きくなってきたりしますので、ああ列車の旅をしているな、昔からの列車の雰囲気だなというのは感じますが、ここはやはり全く違う乗り心地。列車はまもなく山下の駅を通過します。山下にはですね、駅前簡易郵便局という郵便局がありまして、今地図にも映っていましたが、その駅前簡易郵便局は昔駅があった場所の近くに設置されているようなので、駅前とは言いますが今は駅の前にはないのですね。これは山下駅前簡易郵便局が駅から遠く離れたところに設置されているのが分かります。この先のところで常磐線の新しい線路は大きく右にカーブをして、そして廃線跡と合流をして昔からの線路にまた戻り、浜吉田の駅を通過します。ここに広大なビニールハウスがあります。これ全部イチゴのハウスです。この辺り渡りではたくさんイチゴの栽培がなされていましたが、しかし東日本大震災の津波の影響で全部破壊され、また土もたくさん塩の成分を吸ってしまったことでイチゴの栽培は難しくなりました。そこで復興の予算をうまく活用して、ここにもう一度いちご団地というのを作りまして、ここでまた東北随一の盛んないちご栽培が復活しました。仙台いちごという名前で売っているみたいなんですけどね、この辺のいちごのビニールハウスの光景を今でもやってるんだな。昔とは違う最新の技術を使っていちご栽培をしているそうです。常磐線の景色でぜひとも見ておいたら面白い、そういうものの一つかと思います。とこのイチゴのビニールハウスを見とれてですね、うっかり新線と旧線の合流地点のところ見過ごしてしまいましたが、もうそろそろこの先で、いやもう合流しましたかね。常磐線の古い線路と新しい線路は合流しました。さっきまでよりもガタンゴトンという音が大きくなり、列車の揺れも比較的増えたのがわかると思います。また列車の本数も増えてきました。どんどん仙台近郊に近づいてますからね。100万都市の仙台へ通う人もこの列車に乗ってかなりの数いるはずです。昔ながらのロングレール化工事がされていない、ガタンゴトンという音を立てながらの旅、特急列車に乗ってるという気分はかなりあります。向こうの方を見ると、あれはなんか栗駒山かなんかですかね、相当目立つ山がありますけれど、私はあの山については詳しく知りませんが、常磐線から大きな山が見えるということはあまりないのでちょっと珍しいものを感じました。筑波山とあれぐらいになりますかね。列車は次に渡りを通過します。渡りは昔特急の停車駅だったんじゃないかと思いますが、
この辺りでは小高とか渡りとか、まあ、他にも岩沼とか名取とかですね、昔特急が止まっていたけれど最近の常磐線復活の時には特急停車駅から外されたという駅がいろいろあります。ここには有利館といったと思いますが、お城みたいなものがありまして、これの中にですね郷土資料館が入っていて、天守閣みたいなところからも街の景色を見ることができるようになっていたかと思います。さすがに列車の速度が今遅いようです。速度は50キロぐらいで走っています。こういうふうな、まあ、超主要幹線とかではなくて単線の区間になりますと、駅を通過するところで線路の分岐合流がありますから、反対列車行き違いのために一旦線路を2本にするとかいうことが必要になりますので、そのポイントを通過するところで速度を50キロぐらいまで落とさなければいけないということがあります。まあ、まさにこれもですね昔からの鉄道の線路そのまま行っているという感じがします。向こうに煙突から煙がもくもく出ている光景が見えますが、いよいよ常磐線の終点が近づいてきました。列車はすでに宮城県に入っています。途中停車駅相馬まで全部福島県なんですけれども、宮城県内の途中停車駅というのは日立号ではゼロなんですけれども、もうすでに宮城県、そして列車はこれから先阿武隈川を渡り、いよいよこれから終点の仙台へ向けてラストスパートということになります。阿武隈川はかなり大きいです。いよいよ東北の都仙台に近づいてきたぞ、そういうふうなことを思うのはこの川を渡ったところからですかね。立派な水の堰がずらっと並んでいます。この川を渡りますと列車は岩沼を通過します。なんかいっぱい鳥がいますね。白鷺とあとウミウみたいなのがいますか。立派な黒い鳥がずらずらです。阿武隈川と書いてあったのも見えました。この大量の工場は全部製紙工場で紙を作っているそうです。そして向こう側から線路が1本いや2本合流してきているのが見えます。これは先ほど日暮里でお互いに分かれ別々に地区を担当してきた東北本線、常磐線は次の岩沼で終点となり、そしてそのまま東北本線に合流します。またこれから先はこの伏線の線路に戻るわけです。常磐線は最後まで伏線に戻ることはありませんでしたが、これから先は東北本線に入ってまた伏線になります。製紙工場からも専用線が伸びてきました。さまざまな線路が岩沼の駅で一個に集まり、そして日本の東北本線として最後の目的地仙台を目指します。これが岩沼の駅。さすがこういった目的が昔からあったところですので、駅の構造も広く立派です。列車はここで東北本線に線路を移るためでしょうか、速度を落としています。ここで上りの東北本線東京方面の線路をまたぎ、今仙台方面の下り東北本線に合流しています。ちなみに常磐線はやはり沿線に人がそれほど多くはなかったというのと、列車の本数も比較的少なかったようなので、特に夜の時間になりますと東北本線よりも優先して夜行列車を走らせていました。上野駅を出発してぐんぐん飛ばした列車がそのまま一気に仙台よりも北のところまであまり止まらずに走っていくというようなことを使うには常磐線はうってつけの線路だったようです。駅から今合流してきましたこの線路、かなり新しく見えますが、これは仙台空港アクセス線です。仙台空港からやってきたその専用の線路、 JR ではない私鉄会社の線路がここで名取の駅で合流し、そのまま東北本線に直通することになっています。 JR 東日本としてあそこを運営するという話もあったみたいなんですけど、 JR としてはあそこを黒字で運営するのはかなり難しいと判断したようです。6両編成の電車がいましたね。やっぱり東北本線、常磐線よりも若干お客さんは多く、若干というか結構多いですよね。より頼もしいという感じがしてきます。左からやってきましたのは東北新幹線です。しかしこの仙台行きの日立号が廃止されるとかそういうことはないでしょう。別に上野から仙台まで行くお客さんを運ぶためにこの日立号は走っているわけではありません。東北新幹線は東北本線の特急列車を全滅させましたが、常磐線を走る特急列車にはそれなりの役割がありますので、
まあ、別に心配をすることはなくとも、今後も日立号はこのような形で活躍を続けていくことになるはずです。今列車は長町ですかね。多分仙台の一個隣の駅だったんじゃないかと思うんですけど、それを通過しまして、まもなく終点仙台に到着いたし、案内がありますように仙台に着きます。東北新幹線、東北本線、仙石東北ライン、仙山線、仙石線、仙台空港アクセス線、仙台市地下鉄線はお乗り換え。仙台の駅の手前では右の急カーブをまた描きながら、あれ？なんか線路が右に1本、2本増えているぞということに気づくと思います。ここでは東北本線の線路が4本並んでいます。この仙台川ですかね、この川を渡ったところから右に2本あります東北本線の線路が大きく右にカーブをして分かれていきます。奥に2本ありますあの線路は東北本線の貨物線で、貨物列車専用です。左手に東北新幹線の2本、今走っている東北本線の2本、そして右手奥の方、東北線の貨物線、百万都市の仙台へ向けて様々な線路が手分けをして担当しています。ちなみに奥の貨物線はここで分かれていき、仙台の駅を経由することはなく、貨物列車専用の仙台港に近い仙台貨物ターミナル駅を通って、この先仙台の北でまたこの東北本線と合流することになります。大都市では基本的に貨物列車と旅客列車の道筋というのはこのようにはっきりと分けられています。そうじゃないとね、物流そして人流の双方に差し障りがありますから、貨物と旅客というのは分けておいた方が大体便利になるわけです。列車は仙台駅に入ります。仙台の名物の大きなカーブ、駅の両側にこの大きなカーブがありますね。指定のホームに止まるため速度を落とし、慎重に分岐器を通過して、ヨドバシカメラのキャラクターも東北くんに変わりました。上野からそして東京からおよそ4時間30分、列車は終点の仙台に到着です。到着したこの電車はこの先引き続き折り返し上野行きの日立号として運行されます。上野行きじゃないかな、品川行きとして走るのかな。しかし折り返し時間はかなり余裕を持って設定されていまして、すぐに出発するということはありません。仙台の駅はこの辺りを走る近郊用の東北本線の電車が集まっています。これまで寝台特急を除いて長い間仙台駅に在来線の特急が来ないという状態になっていましたが、1日に3回特急の発着が生まれたことで、在来線ホームもなんかね、こう昔ながらの輝きを取り戻したような、そんな感じがします。東北新幹線よりも圧倒的に時間がかかりますし、特急で来てもそれほど安くなるというほどでもありませんが、でも達成感があり、いろいろなものを見てきて乗っているだけでも観光になると、料金の元を取ったなという感じはしますよね。少しこうカーブをしていく、この仙台駅のホームとこの701系の電車、それから新型の E721 系が混結していく様子など、まさに東北そのものです。あの電車は今原の町に向けて長い編成を組んで走っていきます。あのお客さんが全員原の町に行くかというと、それはまた別なんですがね。こちらに今回皆さんにご紹介することはなかったグリーン車の座席があります。偕楽園とかをイメージして梅の柄などいろんなところにあしらった作りだそうです。ぜひね、このグリーン車も紹介したかったんですけれども、今回グリーン車よりも普通車の方が圧倒的に空いていたので、日立号大体そういう傾向があるので、じゃあ普通車の方がいいよねということで、グリーン車は利用しませんでした。折り返しの時間まではまだあとおよそ30分あります。車内では折り返しのための整備が進められていて、椅子なども全部もうすでに品川駅の方を向くようになっています。夕方のこの時間、これが最後の東京方面の特急日立号ということになりますが、他にもいろいろな各方面への
列車の出発の案内があって、仙台の駅はだいぶ賑やかな印象です。それではこの仙台まで使ってきたこの切符もですね、いよいよ終わりということになります。持って帰りたかったですけど、これは諦めました。ちょっと友人改札仙台駅いつも混んでるんでね、密になるかなと思ってやめました。でこれはね、じゃあ帰りの切符買おうと思って、券売機のところに行ったらば拾ってしまった現金1000円ですね。で他に個人を特定できそうなものがあったので、駅の改札のところに持って行って全部一緒に渡しました。それをやっていたら、なんと自分が駅弁を買い損ねてしまいました。ホームで買えばいいやと思ったら、ホームではもう今閉めていて売っていなかったのです。まあしょうがない。今回もまあコロナ対策ということもありまして、仙台に到着してから特に他の場所に行くことはなく、すぐに一番早い新幹線に乗って東京へ帰ることにしました。もう4時間もねひたすら列車からの景色を楽しんだんだったら、もうそれだけでも十分な観光になりましたよ。楽しかったですね。日立号はまだあと20分仙台駅で折り返し作業などの関係で止まっています。高い新幹線のホームからまた4時間以上かけて東京へ帰っていく657系を見下ろして、一足先に帰ることにします。ちなみに私もはやぶさ号で帰るんじゃなくてですね、東北新幹線の中では割と時間のかかる列車、やまびこで帰っています。それはやまびこ号の方が安かったから、じゃあやまびこでいいじゃないかということでそれにしたんですけども、そのおかげでですね、仙台駅での弁当が買えなかったことをうまく回復できまして、やまびこ号は福島の駅で翼号との連結がありますから6分ぐらい止まったのかな。その6分をうまく活用し、福島駅のニューデイズコンビニでお弁当を買って、それを食べてお腹を満たし、上田の駅に帰ってくることができました。東京駅まで乗ろうかなと思ったんですけどね、最近東京駅が混んでるので、それよりも上野駅で降りて上野からタクシーで帰った方がいいじゃないかというふうに気がつきまして、今後も東北新幹線を利用するときは上野駅を盛んに使っていこうと思います。とりあえずこの辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。皆さんはチャンネル登録というのはご存知でしょうか。スマートフォンでご覧になっている方は、この画面の下の部分に赤い文字チャンネル登録と出ております。これをですね、押していただくか、もしくは、このようにパソコンでご覧になっている方は、やはりこの画面の下の部分にですね、赤いチャンネル登録というボタンがありますので、これをこう一回クリックしていただきます。そうすると、チャンネル登録がしてもらえます。こうなるとですね、皆様にとってメリットがありまして、私の動画をとても見つけやすくなります。まあ、例えばですね、YouTube をなんとなく見ていても、ここにスーツの動画が出やすくなったりとか、いうことが起こりますので、そして、このチャンネル登録をした後にですね、横にこの鐘のベルのマークがね、出てくるんですけれども、このベルのマークをもう一回ポチリと押していただきますと、そうすると、例えばこれ全てとかですね、カスタマイズされたとかあるんです。全てとかそういうのを押していただきますと、そうすると、まあ、これ全ての通知は、許可するというふうにこうしていただくとですね、そうすると私が新しい動画を出した時に皆さんのスマートフォンのところにですね、スーツさんが新しい動画作りましたよというふうに出るようになってますので、よろしければご覧になっていただきたいと思います。あとこのチャンネル登録をして、いただくとですね、私が喜ぶということもありますので、何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。